しかし受賞者を代表いたしまして一言お礼の言葉を申し上げます。本日令和4年戸田市消防出初め式にあたり表彰の栄誉に予期し光栄これに過ぎるものはありません。私たちは消防団員として当然の任務を全うしたに過ぎませんが、かかる栄誉を賜り衷心より感謝申し上げる次第であります。いよいよ火災期を迎え私たちは日常訓練に励み消防の使命達成に努め市民の期待に沿うよう努力することを誓いまして謝辞といたします。令和4年1月9日受賞者代表戸田市消防団第二分団班長細井和彦、ありがとうございます。